いよいよオーバーナインティーンの5組が3組に絞られる。 Do you know who's already a no? Already a yes? Well, from today's performance, I have two already that. But there's the third one is the one that I'm like struggling, like who to pick. They're so different. How can you? I know they're different, and that's almost, you know, but how for the future or potential, or you being able to work with them, or like how, what do you see? I see. 担当審査員中曽根の決断は、審査結果は中曽根から一人一人に告げられる。まずは義母和也。率直な意見を言わせていただくと、カバーソングをやっていただいて違う面も見れて、あ、こういうこともできるんだなと。で、義母さんってもうあのカリスマが本当すごくて、じゃあスキルがそれに追いついているかっていう時にちょっとどうなんだろうっていうのも私の、あの正直な意見です、はい、では結果発表させていただきます、はい、一緒に頑張りましょう。イエス、ありがとうございます緊張した。ありがとうございます。これで残りの合格者は4組中2組。審査発表、続いてはジャハナ・ミユキ。私がこう歌がもう本当に大切な存在ということは伝わったんじゃないかなと思ってます。今日は花という、はい、あの歌を歌っていただいて、はい、いつも歌っていらしたクラシックとは違うジャンルで調整していただいたんですけれども、はい、ジャハナさんが持ってる 100% 発揮できたかなっていうと、正直なところそうではなかったような気が私はしました、はい。No です。私も辛いです。楽しかったです。どんなでした？行きました。おめでとうございます。ズブマスターだしみねさん。はい。行きます。お疲れ様でした。お疲れ様です。私もパフォーマー、まあダンサーなわけですが、今日のパフォーマンスまたやってくれたなって感じありがとうございますメアリスは私の大親友でもあるし、はい、ダンサーとしても尊敬している彼女が同じ反応、つぶさんは世界共通なんですよね。 ありがとうございます。で、毎回サプライズしてくる。だから次は何なの、次は何なのっていう反面、どこまで持つのかっていう不安も正直あります。はい、かおりちゃん、無事通りました。おー、お疲れ様。この残るは2組、合格枠は1つだけ。
自分を出し切ることが、はい、できたと思います。この大空にと舞い上がれたかなと思います。正直 100% 力は出せなかったんですが、緊張に負けてしまって、でもやれることはやったので。智也さんって、はい、地球上に必要とされてるアーティストって私思って、はい、智也さんの持ってる声がすごく心を清らかに洗ってくれるというか、なんかヒーリングボイスで私ちょっと呼んでるんですけれども。ありがとうございます。私は美羽ちゃんの声が大好きで、ゴールデンボイスって呼ばせていただいてるんですけど、今日歌ってくれた翼をくださいっていう歌なんですけど、はい、ハードルが高い曲、今日の大城さんはそのハードルがちょっと難しかったかなっていうのが私の正直な意見なんです。うん、もはやこのステージまで来たら自分のいいところだけをバッて出せるように持っていかないと、今日初めからそれは出てなくて結果発表しないといけないので、させていただきます。She seemed like almost she was today she was not the artist, she was just doing the song. Those performance skills, I can train her. Yeah, I know. No. Ah, this. そうか。天使のような声、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。どうでしたか。いや、残念ながらちょっと。あ、本当。マジか。大丈夫でした。あ、出てた。おめでとう。よかった。よかったね。ありがとうございます。もう私たちの分まで頑張って。頑張ります。大城美羽さん。Yes。一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。私めちゃくちゃ厳しくいくと思います。でもそれはあなたの持ってる可能性を信じてるから。もしもし、受かったよ。はい、受かったよ。うん、お父さんにも言って。子沢山主婦ジャハナミユキと絶対音感の持ち主大城智也がここで脱落。そしてこの3組がステージ5進出。